エレクトラビアが開発したン座の電動飛行機クリー、クリーン座の電動ヘリコプターソリューション会、クレティアンヘリコプター電動航空機とは動力に電動機を使用する航空機のこと。電気飛行機、電動推進、電気推進、電気式とも。1970年頃から開発が活発化し、無人、有人の機体が製作されている。 エアーバス E ファン電動機を搭載した、超軽量動力機航空機としての特性は、プロペラ機のエンジンと燃料を電動機と電源に交換したものであり、機体設計ほぼそのままであるため、既存の航空機を改造する例が多い。現在では、電動機の出力と電池の重量問題から、実験機は、テクナム P2006T のような、軽量な機体や、モーターグライダーなどが利用されている。 エアバスはプロペラではなく、ダクテッドファンを使用するエアーバス E ファンを開発した。固定翼機だけでなく、ヘリコプターや長軽量動力機も製作されている。電源は、バッテリー、太陽電池、燃料電池などが使われる。特に太陽電池を使うものは、ソーラープレーンと呼ばれる。この特性に合わせ飛行場から離れない練習機や、スポーツ機、 近距離用の友人ドローンへの採用が検討されている。2020年現在国際民間航空機関では電動航空機の操縦や整備資格について明確に定めておらず飛行前に航空当局へ実験飛行として申請している。なおモーターグライダーや長距離労働力機は動力について定めがないため電池を電源とするプロペラ式が普及している。 推進力の他にヘリコプターのテールローターを電動ファンに置き換える構想もある二次電池に蓄えた電気を使用するプロペラをエアーブレーキにすることで電力回生も可能である電気二重層コンデンサは電力量が少ないため主電源には不適格であるが高出力が必要な離陸時にブーストとして使う案もある NASA では 技術実験リアテックのためテクナム P2006T を母体とし、主翼28機の電動機を搭載した NASAX-57 マクスウェルを製作した。放電後始終になってしまうのが欠点である。また重量をエネルギー密度がガソリンは 12000Whkg に対し現状のリチウムイオン二次電池は 1243Whkg と著しく低く。 ミツル放電の繰り返しにより劣化する問題もある。地上の電線に接続する。電池を搭載しないので軽量となるが、距離が伸びると電線の重さが問題となる。1917年に観測ヘリコプターの実験機、ペトロク g k r m n 0ベック PKZ-1 が製作された。機体上面に設置した太陽電池を電源とする。 二次電池を搭載し曇りや夜間でも飛べるようにした、機体が多い。二次電池を搭載した場合、事実上航続距離の上限がないので、長期間対空が可能。燃料電池を電源とする。地上で燃料を給油する時間は、充電よりも短く、消費すれば軽くなるなど内燃機関に近い間隔で利用できる。欠点は、酸素が薄くなると反応しにくいため高度に制限が、 ある可燃物を搭載するため危険性は内燃機関と同じになる。液体水素を燃焼とするガスタービンエンジンを搭載した水素航空機は欧州連合がクライオプレーン計画として2000年から2年間研究を行いアバスも参加したが下火となっていた。またボーイングも研究している。電動機単独ではなく内燃機関とのハイブリッド式。 ターボエレクトリック方式やディーゼルエレクトリック方式のように来年期間を発電機として利用する実験も行われている。人力飛行機に発電機を搭載した人力と電気のハイブリッド機が製作されたこともある。エアバス、ロールスロイス、シーメンスはターボファン48機の BAE146 のエンジン1機を 電動ダクテッドファンで置き換えたエアーバス E ファン X でリージョナル機の研究を行う予定。燃料電池とジェットエンジンを組み合わせるハイブリッドジェットエンジンは高高度における酸素不足をエンジン内のコンプレッサーで解決できるほか、ジェットエンジンゆえの高速度化、燃料電池の排熱を利用することによるコンバインドサイクル発電同様の高効率化などが期待されている。 マイクロ波を地上から照射するワイヤレス電力伝送などのアイデアもあるが実験段階である。ティサンディの電動飛行専有人飛行する電動マルチコプターの試作機 NASA では電動航空機の陸上試験施設として2019年から NASA エレクトリックエアクラフトテストベドを開設する予定。エアレースの大会エアレース1の電動航空機部門である。 エアレース E が2020年に開催予定。高度8万フィートまで到達可能な有人ソーラープレーンの開発が行われている。JAXA では2020年代にスカイスポーツ用、2030年代にエアタクシー、2040年代に短距離路線向けのコミューター機、2050年代には中型のリージョナル機が実現すると予測している。ありがとうございます。